はい、マイスター、おはようございます。はい、おはようございます。今日ははい、新商品がいっぱい出ましたね。うん、出ました。まあドライバーにも注目が集まるんですけども、フェアウェイとユーティリティも今回そうですね、各社からリリースされましたね。はい、でただ単にちょっと新商品紹介するなっていうんで、うん、ちょっと私の方でおリサーチをしたのがございまして、おほう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 、こちらをご覧ください。フェアウェイウッドとユーティリティで多分一番ゴルファーが悩む点って番手だと思うんですよ。なので、皆さん大好きなクラブセッティングを、プロのセッティングを参考にということで、ちょっとまあ古いデータにはなるかもしれないですけども、いや、要はフェアウェイウッドとユーティリティをどういう構成でそれぞれのプロがバックに入れてるかと、はい、そういうことですね。まあちょっとまず発表しますと、はい、まあ、圧倒的にやはり3番から男子プロも女子プロも、まあ、これ国内外両方合わせてるんですけども、やはり3番から入れてるのが多かったです。そうね、まあ、言うて要は3を入れてないプロはあまりいないってことだよね。その通りでございます。だ3もしくは 3HL ロフトで言うと、まあ、一番立ってる人は 13.5 度とか、そこ、ね、から 16.5 度ぐらいまで、はい、そうですね、はもうほぼ入れてるぞと。そうだよね、はい、入れて、うん、ワッチンザバック見ても、うん、3がないプロはあまりいないかな。はい、うん、なるほど。で次、うん、僕もこれびっくりしたんですけども、5番ウッドが多いかと思いきや、実は今ユーティリティ3番が、男子が特に多かったですね。そうだね、はい、まあ、なんで3番と、3番フェアウェイウッドと3番ユーティリティっていう組み合わせで、あとはアイアンっていう流れが圧倒的に多かったです。でまあ、ついでまあ女子プロの方にフォーカスすると、やはり、はい、ユーティリティが圧倒的に、割とやっぱりその下の番って、そうね、はい、まあ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 、5U、6U、7U とか、まあ、要するにですね、25度以上のロフトのユーティリティを、セッティングされてるプロの方が多くいらっしゃったと。まあ、つまりアイアンの本数が少ないってことですね。その通りでございます。いやまあだけどやっぱり女子はあの国内の女子のトーナメントとかユーティリティ上手、本当にもう本当ピンポイントで狙えるぐらいの精度を持ってるんで、やっぱりあのあれ見るとまあおのずとアイアンのね上の番手、うん、いらなくなっちゃうのかななんて。でも本当多いよね女子プロ、はい、5、7入れてる人も、はい、ね、いますね、はい、うん、青木セレナプロなんていうのは3、5、7、9と、はい、で 5U、6U、7U と、はい、まあ、あの割と女子の中でも非力だけど、そこでやっぱりこうクラブで上手にカバーしてる。そうですね、うん、あのまあ本当に正確に打てるのがやっぱりそのね彼女の強みなんだねこれきっと、うん、で男子プロは逆になんか、3ウッドの次に3U を入れてるプロってまあこのあのリストでも相当多いよね、はい、だって5番7番足したって3U の方が多いよね。そうなんです、うん、だからまあ視聴者の方でやっぱり割とこうハードヒッターの方はこの男子プロは結構参考になっちゃうかもしれないね。なると思います。5番入れてねえんだあんまりみたいな、うん、ね、だったらハイブリッド19度とか20度とかね、はい、その辺入れた方がいいのか みたいな、うん、これはでも面白い結果かな、はい、ね、でですね、うん、まあ、新しい商品を
紹介していただこうかなと。なるほど、はい、はい、今年出たモデルですね。そういうことですね、はい、はい、まずまあ、ピンさんはドライバーの 10K のみ発売だったので、はいはい、ニューモデルに関してはね。そうですね、あの2024年のモデルに関しては、ピンさんのフェアウェイウッドは、まあ、ちょっと、省略しまして、まあ、今回はこの、あの皆さんもね、もうあのよくもう、た、もう視聴者の方もうどっちか買ったよっていう方も多いかと思うんですけど、このテーラーメイドの QI10 のフェアウェイウッド、それからキャロウェイのパラダイム AI スモークのフェアウェイウッド、はい、および、UT ね、ハイブリッド、これをちょっとご紹介したいなと思います、はい。まずはで、まあ、テーラーメイドの方から説明しちゃうと、まあまあもうね、あのエフォートチャンネルのご視聴くださっている方はもうその辺は当たり前のようにご存知かと思うんですけれども、まあツアーもうこれはもうおのずと、このフェース高が一番高くて、なおかつまあやっぱり顔もね、顔もむちゃくちゃ小ぶりなわけですよ。もう本当にあの上級者プロが好む、まあなんだろう、なんでちっちゃいかっていうと、やっぱり一番の理由はやっぱりインテンショナルにこうボールを扱えるっていうね、操作性に富んでるっていうところが一番、 あとはまあそのアドレスを取った時のやっぱりものすごく綺麗に、はい、本当にドストレートのツアーモデルっていう名前の通りかなと、まあ、あとはここのカチャカチャで、まあちょっとロフトをいじったりとか、あとは、フェイスアングルをいじったりとか、 あとはねその日の調子によってシャフトをその場で交換できるってメリットがあります。でノーマルは僕個人の意見は今回のフェアウェイウッド QI10 に関してはこのノーマルが一番いいと思います。なぜかっていうと、どちらかというとツアー寄りのヘッド形状だと思うんですね。すごいこれもやっぱりね、本当に何て言うんだろう、こう大きすぎず小さからず、あ、うん、で、優しさを兼ね備えてる。フェース高もまあやっぱりツアーに比べれば、うんうん、ね、こう横にやっぱり大きいので、はいはいはい、うん、まあクーガーからもね、まあそこそこストレッチバックしてるし、うんうん、まあツアーに比べれば、こちらの方がボールを拾ってくれたりとか、あとはまあ若干ミスに強い感じがします。まあ注目のマックスなんですけど、まあやっぱり大きさがね、やっぱり、まあ僕なんかは本当に古いゴルファーなんて、これね昔の3ウッドよりも全然大きくて、極端なこと言うと自分パーシモンドライバーからゴルフやってるんだけど、パーシモンってこのぐらいだったんじゃないかなぐらいの、あら、そうなんですね。でこのフェース高ね、いや一番そうですよね、ね、平べったい、そう、うん、これコースに行くとやっぱりこの大きさ、あ、いろんなライがあるじゃない、微妙な、あります、それはこういうね真っ平らなところが一番ありがたいんだけど、うんうんうん、やっぱりこう微妙なところでちょっとこう構えて、あんまりこういろいろ考えずにバーンって打っていけるのがやっぱりこのマックスの、うんうん、ね、やっぱりシャローフェースでやっぱりこうフェースからバックフェースまで距離が一番長くて、まあそれはやっぱり飛び出し角の向上につながってるし、あとね今回ですね、僕の周りのゴルフ関係の方々はですね、口を揃えて言ってるのは、この今回のディアマナ TM50、 この要するにフォーテーラーメイドのディアマナ、
テーラー目の純正のカーボンシャフト、そうそうそう、はい、これなかなかいいっていう、自分も含めて、何の集まりだっけな、ブリヂストンのボールの記者発表会の時かな、やっぱり何人かね、まあまあ、はい、あの皆さんいて、でもそんな話になって、今回のテーラーの純正シャフトのディアモナ結構いいよねっていう話でちょっと盛り上がって、これ意外といいっす。で一方、こちら4種類、まずこのこれは何ですか、これはトリプルダイヤ、トリプルダイヤ、みんな大好きトリプルダイヤみたいなね、そう、まあ僕これのいいのは QI10 でいうと、まあ、ポジショニング的にはツアーに匹敵するじゃないですか、はい、そうですね、だけど、はい、このカチャガチャなしのペンシルネックっていうとこが、これね、いい顔です、対抗戦でいうと、もしかしたらトリプルダイヤ一番いい顔かもしれないけど、一番ね今回今回のこの、2つのモデルね、はい、まあ、両方ともツアーモデルなんですけど、はい、両方ともいい顔なんだけど、一番大きな違いは、まあ、カチャカチャのありなしはもちろんなんですけど、ここのやっぱりここね、ああそうか、うん、確かに、もう完全にテーラーはそこがなくなったじゃないですか、はい、なくなりました今回、これはタイガーウッズは QI10 のことをすごく、トップラインがもうすごくいいと、もうトップラインしか言ってないです、トップラインがすごくいい、だからそれだけちょっと今までのフレーム的なのはちょっとやっぱり彼的にはあの点々点だったのかななんて、確かに見え方はだいぶ違いはこれで全然違うと思うんですよ。でやっぱり店頭でお客様とお話してると、意外とねこれなっていう人いるんだよね。そうなんですか。そうそうそう、だからこれがいいっていう方ももちろんいるんだけど、まあまあそれは本当にね試験になってしまうので、まあ、まあまあ僕はどちらがいいって話じゃなくて、 QI 店頭の大きな違いは結構ここのトップラインの作りじゃないかなと思います。マックスでいいんだよね、マックス、はい、はい、もう明らかにトリプルダイヤと比べるとフェース高が違うし、もうキャロウェイのフェアウェイウッドっていうのは昔からもう本当にボールを拾ってくれる本当にお助けっていうところがありまして、ちょうどいいっていう、フェースアングルもあんまり開いてなくてちょうどいい。で 逆にトリプルってこうどっちかっていうと右向き顔なん で、まあ、そこを好む方もいるし、なんかちょっとつかまんないんだよなっていう方もいるんで、このマックスに関しては QI10 のノーマルに匹敵するんで本当にちょうどいい感じ、まあ本当にこうね、このトゥー側から見ても本当にこういい感じでこうストレッチバックしてるんで、QI10 よりもシャローです。ですね。はい。うんうん、はい。AI スモークの方がシャローです。はい。で、そのマックスのドローバイアス、これね D、まあちっちゃく D って書いてあるんですけど、これね、お買い上げの時間違えちゃうといけないですよね。ちょっと分かりづらいですね。ちょっと分かりづらいでしょうこれね。本当こうマックス D もうちょっと大きくしてもらえばよかったよねこれね。ウエイトが大きくなってるんで、まあそのいやでもこれ比べないとさ、なかなかさ、まあ、そうですね、難しいですね、店頭混み合ってると、あはいなんつってはい、まあまあ、でちょっと投影面積がやっぱりドローバイアスの方がありますかね、さらに優しくですね、見た目を作られて、そうですね、で同じロフト18度だけど、はい、やっぱり D の方がなんかロフト感じるんだよな、ヘッド形状かなこれやっぱりね、多分そうきた後にこのマックスファスト、
はい、すごい軽いとおっしゃってましたね。このマックスファストはどっちに似てるの？あ、確かに D の軽くしてる感じどう？あ、いやけど一緒に見えます。そうだよね、これも気をつけないとダメだね大きさは一緒に見えますかね。で、見た感じは、はい、分からない正直分からないうん、D だね。ああ、なるほど。じゃあもうシンプルに、うん、MAX D を軽量、ヘッド、シャフト含め、うん、軽量にしたものって感じですかね。これ間違ってたらキャロウェイゴルフさんすいません。でも D の方がやっぱちょっとフェイスアングルが、はい、うん、あ、 D の方が優しく感じるかな。ああ、そうなんですね。面白い。うん、多分これノギズで測ったら D の方が薄っぺたいんじゃないかな。で、一つ僕気になったんですけど、いいですか？いいですよ。このクラウンにこの AI スモークって入ってるじゃないですか。これ、はい、AI スモーク、もう真っ白な AI スモークって、これね、構えるとね、意外とね、字大きいのよ。これいらない。あ、うん、はっきり見えちゃいますか、うん、アドレスすると。こういうのね、ダメだと思うんだよな、うん、でほら、別にテーラーメイドさんよりの動画では決してありませんので、ただステルスはエンボス加工でステルスってなってたじゃん。フェアウェイじゃなくてドライバーね。はいはいはい、はい、そうですね、うん、やっぱりああいう、やっぱああいうところだと思うんだよねなるほど、うん、だこれはね、ちょっと嫌かな、構えた時に。まあまあ別に そこ見てっていうんじゃないんだけど。あともう一つはもう皆さんそうかなと思うんですけど、はい、このグリップがね、すごく細いのよ。へ、シャフト持っちゃってるみたいな感じ。男性物で言うとグリップちょっと細すぎると思います。うん、うん、相当これ細いし、だからグリップ交換しちゃうとちょっとこう、はいはいはい、別なクラブに変身しちゃう可能性もあるんで、そこはまあその、ね、お客様が、まあ、決めることなんですけど、多分普通のグリップ、まあ、普通のグリップ、60口径の、まあ、まあ大体 50g 前後ぐらいのグリップ入れちゃうとちょっとこうあれってなってしまう可能性もあるので、そこはまあちょっと、ご検討っていうか、頭の片隅に置いといていただけるといいかなと思います。はい、はい、じゃあ最後に今日セッティングの紹介もあったんで、うん、マイスターのここ最近のおすすめのセッティング、フェアウェイウッドと UTT でちょっとフォーカスして何かありますか？僕はまあ、ワッツインザバックね、ご覧になっている方まあ、少数でもいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、ドライバー3、3ウッド、5ウッドでアイアンとウェッジってい う、 こうユーティリティをなぜか僕は入れないんですけど、ただ、はい、もう僕も、ね、ドライバーのヘッドスピードもう40いくかいかないかぐらいになってしまって、今ダイアンのロフトがこうほとんどストロングロフトになってる今、ね、はい、もうその変な話5、6あたりが昔でいうもう 2.5、3.5 ぐらいのロフトなんですね。はい、はい、3、4よりももうちょっと起きちゃってる。まあ、そのメーカーによっては違うんですけど、そうですね、だ完全に1番って起きちゃってるんで、まあもうユーティリティ行かないとっていう。だからなんて言うんだろう、3ウッドドライバーで3ウッドもしくは 3HL を入れてる方で、5番ウッドとか7番ウッド吹いちゃうんだよっていう人は
外してハイブリッド入れた方がいいです。19度とか20度21度ぐらいのハイブリッド入れた方が、なるほど、うん、あのやっぱりショートウッドっていうのは結構こう吹いちゃう、上がる傾向にありますね。そう、やっぱヘッドスピード速い人は、うん、やっぱりスピン量プラス風なんていったらパーッと吹いちゃうんで、あのまあ PGA ツアーとか男子プロのセッティングに見られるような3で、その次がもうユーティリティ入れちゃった方が、うん、まあ変な話17度ぐらいからね、ユーティリティも出てるん で、ね、そのセッティングをおすすめします。で僕ぐらいな普通のっていうか、まあ、ちょっと老体に夢中打ってる系の方は、まあ、やっぱりあのウッドの方がいやいあの同じロフトだったら絶対ウッドの方が優しい。これはやっぱりその重心振動もウッドのがあるし、やっぱりその、高さ飛び出し角もウッドの方が高くなるん で、ね、やっぱりキャリーしてくれないと、なかなかやっぱりショートウッドでボール上がらないっていうとちょっとやっぱりこうね悲しい気持ちになったりするので、ショートウッドで変な話9番ウッドまで行っちゃっても僕は全然、うん、それか、まあ、ウッドそんなに得意じゃないんだよっていうんだったら、やっぱりそのさっきの、リストの女子プロ、はい、やっぱり、ね、女子のセッティングはすっごい参考になるよね。うんですね。そうネリー・コルダってね、はいはいはい、LPGA のアメリカの選手なんですけど、はい、僕は彼女のセッティングすごくその参考になってて、ドライバーから、全然無理してないっていうか、こう、すごいなんかこうアマチュアっぽいクラブをピックアップしてて、そうですね、僕が調べた限りでも、昨年のデータですけど3番7番ですで、アイアンって名前ですね。で選んでるクラブもすごくプロっぽくないものを逆に、上級者モデルではないんですね。そうなんです。あで彼女のやっぱりもう、まあそれはもちろん当然なんだけど、めちゃめちゃいい球打つし、めちゃめちゃうまいし、うん、でまあなんかこうキュートな感じもね、ファンだしみたいなまあそんなことはいいんですけど、あのまあウッド系とハイブリッドと悩んでる方は多分そういう今日のねリストものすごい参考になると思う、はい、うん、本当にだから男子と女子の差っていうのはものすごい参考になると思うし、まあやっぱりスコアにね直結してしまうので上手なクラブセッティング、まあそれの、あの助けになってくれれば、ね、僕たちが日々あの仕事してるあの会もあると思いますので、ぜひねあの店頭スタッフにもうざっくばらんに聞いてもらえると、なんかもしかしたらヒントがあるかもしれません。はい、はい、今日のね動画がねいいなと思う方はグッドボタンと、あとはエフォートチャンネルのチャンネル登録よろしくお願いいたします。インスタグラム、フェイスブック、X、ね、旧ツイッターのこちらもぜひチェックしてください。それではまたエフォートチャンネルでお会いしましょう。バイバイ。 Thank you.